皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回はトレバというアプリでコウペンちゃんのぬいぐるみを撮っていきたいなと思います。以前もトレバの動画上げたんですけども、今回はねリアルタイムでこうやって実況というか声を使った動画として撮っていきたいと思います。今回撮っていくのはこちらの中華まんのコウペンちゃんになります。それではね、早速アプリの方に飛んでいきたいと思います。こちらがトレバの画面なんですけどね、いやーこのピンクコウペンちゃん可愛いですね。中華まんクッション、これできればでも黒が欲しかったっていうのはあるんですけどね、今あるのがピンク色しかないので、まあピンクも可愛いから撮りたいですね。この右上の緑色のね、カメラボタン、ビデオカメラのボタンを押すとこうやって角度を変えられるんで、これでなんとかね狙っていきたいですね。じゃあ、今ね1万円分じゃないな、1200円分か購入したので、約ね5回できるので、なんとか5回で撮っていきたいと思います。撮れるかな、これどっちから狙おうかな。今手前が出てるから、とりあえず奥から行こうかな。頭部分をねまずはこちらに引き寄せていきたいかなと。じゃあこのこちらをプレイをして、できましたね。いけるかな。じゃあスタート。まずはね横移動していきます。ちょっと待って、うわー、そっちか。そっか、まずは横に移動するのかと思ったら、失敗で、次じゃ奥ですね。うわー、やっちゃった。初期の画面から見て横でしたね。ここら辺か、どうだ、手前に来てくれ。ちょっと待って、どんな感じ。うわわわわわわ、なんとも微妙な結果、なんとも微妙な結果。うわー、ちょっと1回分無駄にしましたねこれ。まずは横に移動するのか。じゃあ次はここら辺かな。ちょっとまた行き過ぎた感があるなこれ。でしっかり頭、どうだろう、持ち上がってお願い、どうだ。うわー、あんまり動かないですねこれ。うわ、ちょっとこれは雲行きが怪しくなってきたな。あと3回ですね。あと3回でいけるでしょうか。そもそもこのぐらい、ちょっとどうだろう、頼むよ、ここだ。もうちょっと左側でもいいのかもしれない。うわー、ちょっと待って、これは難しい。一回ねこういう形式で撮ったことはあったんですが、そう簡単にはいかないか。どうしましょう、これはあえてここら辺で止めて、この胴体部分を、どうですかね、いけるかな。うわー、少しは出ましたけどね、それでも出口には遠いな。まずい。あと1回しかできない、あと1回か。 UFO キャッチャー難しいですね。じゃあ最後に頭を手前に持ってきて、そうそんな感じ、そんな感じ。うわ、終わった。終わった、1200円が消えた。トレバー難しいですよね。うわー、終わっちゃったよこれ。どうしましょうか、ちょっとあまりにも見せ場がないから、もう1200円だけ課金しての残りね、ラスト5回やってみましょうか。1万 TP 1220円、こちらの方をね買っていきましょう。ダブルクリック支払い、はい完了。じゃあね、もう一度、1200円分課金してきたので、次こそは取りたい、残り5回で取りたい。しっかり今度は頭の方を引き寄せますね。ここだ、
ちょっと奥すぎたかな。うん、でもしっかり掴んではいる。掴んでないか。難しい。これは難しい。あーどうしよう。どこ狙ったらいいんですかね。 UFO キャッチャー全然わからない。ここだ。とりあえず手前はもう一度これで。うー全然動かないですね。うわーちょっと難しいかなこれは。どこ狙った方がいいんだろう。頭、いやもうちょっと、もうちょっと体の方を、ここら辺かな。とりあえず体をもう少し出口寄りにしたいですよね。どうだろう、持ち上がるかな。あ若干だいぶ足の方は出口付近に寄ってきましたが、ここからどうすればいいか。どうだろう、これは次は頭狙った方がいいのかな。頭ちょっと狙ってみますね。でどこら辺まで、どこら辺だ、どこら辺、ここら辺かな。ちょうど掴んでくれるかな。頼む。あーダメだ、全然ダメですね。これは僕が相当下手くそなんだと思います。これはちょっと厳しそうかな。10回やれば取れるだろうとか思ってたんですが、そんな甘いものじゃなかった。いやどうしたらいいんだろう。ちょっともう一度じゃあ足の方をね狙うか。足の方を出口付近に持っていきたい。どんな動きをしますかねこれ。うわー全然変わらない。これは難しい。嘘だろう、取れないかな。どうしたらいいんだろうこれ。せっかくこうやって動画撮ってますからね、なんとか、なんだろう、動画補正か何かで奇跡が起きるように、起きてくれ。ちょっと待ってください。ラスト1回、いざ参ろうか。ちょっと真ん中行ってみましょうか。真ん中を持つとどれぐらい掴めるのかっていうところ、どんな感じ。ああなるほど、真ん中を持った方が意外といいのかな。これ重さで持ち上がらないと思ったけど結構上がりましたね。いやーどうしよう、これあっという間に2400円がね消えてなくなってしまいましたね。これが UFO キャッチャーの恐ろしいところですよね。まあギャンブル全般に言えるかもしれないですが、次いけるかもしれないみたいなね、そういう気持ちが怖いですよね。これぐらいにしましょうかね。2400円でまあこれだけ楽しい思いをさせてもらったっていう、許容できるギリギリの範囲だと思うんですよね。2400円っていうのはきっとまた何かの機会でね取れればいいかななんて思うので、今回はこれで終わろうかな。コウペンちゃん取ってあげれなくてごめんごめんなさい。きっといつかお迎えしますから、ここまで見てくださった皆さんも本当にありがとうございます。最後にこうかっこいいところをお見せできなくて本当にごめんなさい。こう見ながら一緒の気持ちになって取れるかなってね、こうワクワクしながら見ていただけたら嬉しいですね。もし UFO キャッチャーの達人のような方がいたらね、どういう台が取りやすいとかそういうのを教えていただけたら嬉しいですね。そしたら今後の参考にさせてもらって、また別日にリベンジなんかもねできたらいいかななんて思いますね。あー取れたらね最高のテンションで動画終われたんですけど、取れなかったからね結果的にちょっとしんみりとした雰囲気になっちゃって申し訳ないですね本当に。あーよし、終わりましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。楽しんでいただけたら嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。